ちょっとね、お聞き苦しいところあるかもしれませんけども、今日も頑張っておしゃべりしたいと思います。滑り王子マスクマンでございます。はい。なんか名古屋急に暑くなりまして、うん、今日はもう久しぶりにルートビア、私の大好きなルートビアをガブ飲みしてしまいました。一緒にコミスキーと。すいません、ちょっとツイキャスの方がですね、あの発信できてなくて、別アカウントでやっておりました、ダンサーズでございます。はい。で、あれ、いや、FM ギノワンのツイキャス、あ、なんでつかないんだろうと思って、ちょっと焦りました。すいません、はい。こんな3人がお届けします。今週のテーマは、おいしい。今週のテーマは、おいしいです。メールアドレスは、kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組は、ツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから、FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。今夜もたくさんメールが来ていますのでメールをいっぱい紹介したいと思います。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康幸フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キユナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、はい、お願いします。先週のですね、先週のテーマ、なんだっけ、先週のテーマはデートですよ。デートですね。王子が考えたんだよ、しかも。あのね、今ね、アレックスさんのメールね、読もうかなと思ったら、うん、あれ、何も書いてないかと思って。テーマ何だったかなと思って。あ、ごめんなさい。一番上に書いてありましたね。ふざけるな。デートのテーマでお読みしたいと思います。あ、ほんと、ちゃんと書いてある。書いてありましたね。はい。解体名古屋チームの皆さん、こんばんは。梅雨入りして低気圧の影響でのぼせています、アレックスです。あら、のぼせちゃってるの。付き合う前にスタバでユンタクしたのが初デートですね。綺麗に覚えてませんが、この 2、3日後に私が告って付き合いました。あら、よかったじゃないですか。そして、3年後くらいに別れました。あらスタバに行くと特に思い出すことはありません。最近行ってないな、スタバ、ということでございます。切ない。でもまあ若い時はね、そういうことありますもんね。そうね、うん、はい、ありがとうございま す。ラジオネームしんのすけさんからです。はい、ありがとうございます。先週に届いたメールです。福岡から番組見てます。初めてメッセージします。ありがとうございます。テーマのデートですが、今付き合っている彼女と初めてデートした日が自分の誕生日で、自分が子供の頃から動物のぬいぐるみパペット、手にはめて動かす動物のぬいぐるみが好きで、彼女がそれを知っていてサプライズでクマとパンダのパペットを使って人形劇風に誕生日をお祝いしてもらいました。ここでぜひ番組内で動物のパペットをやっていただきたいです。例えばクマさんとかウサギさんとかお願いします、ということです。パペットがないね。ないね。ね、はい。ありがとうございます。また、じゃあ、王子用意しといてね、今度。はい、ありがとうございます。はい。はい。品場もろともさんです。ありがとうございます。ございます。デートと聞いて思い出浮かんだのは憧れのデート。
1998年に発売されたサザンオールスターズのラブアフェアの歌詞に出てくるデートにめっちゃ憧れました。これ読んでいいのかな。マリンルージュで愛されて、大黒ふ頭で虹を見て、シーガーディアンで酔わされて、ボーリング場でカッコつけて、ブルーライトバーで泣き濡れて、ハーバービューの部屋で抱きしめるというデートです。これ真剣に歌おうかと思っちゃった私まあでも私が歌うとねちょっと音痴なんでやめときますね。ね、そう、この歌詞なんですけれど、そうなんですよ、なんかブルーライトバーっていうバーがそのこのサザンで歌われたこの時の場所と今はちょっと違う場所でオープンしたっていう噂を聞いたんですけれど。ああ、そうなんですね。ね、うん、なんか一回閉店して、やっぱり結構、なんでしょうかね、みんなやっぱり、そういうサザンの歌詞に出てくるようなバーだからっていうことで、なんか、ね、そういう風に復活したっていうのを聞きましたよ。で、なんかいいですよね。で、当時、自分は二十歳でしたが、社会人になったら当然できるものと思っていました。ところが、ん?あれ?マリンルージュ?大黒ふ頭、そんなもんないぞ。そう、曲の舞台は神奈川県横浜市。自分とは全く無縁の話だと後から知ってショックを受けましたってことです。うん、いやね、でも諸友さんの地元のそのね、その港とかそういうボーリング場とかバーとかでね、やったらいいんじゃないかなって思うんですけどね。うん、そうですね。ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今週のテーマで、はい、美味しいできています。はい、はい、はい、お願いします。シュープリンさんからです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ダンサーズダミトさん、バサス抵抗ゼロ、エクセレント王子、こんばんは。はい、はい、はい、今週のテーマ、美味しい。あれ、そこさらっと流したね、今。うん。あ、そう。うん、たまには。たまには。うん、先週火曜日は、スノボ仲間と茨城の大洗海岸まで、潮干狩りに行ってきましたが、大量で自宅に持ち帰り、アサリ汁や酒蒸しなどお手軽料理からアサリを醤油ベースの出汁で煮付けし、一個一個磨き身にして貝を煮た出汁は白米と炊き上がりにアサリを乗せて アサリご飯にしたら美味しいの南の陽子美味しいの南の陽子関西にいた頃は津の御殿場海岸までよく潮干狩りに行きましたが、名古屋からなら知多半島方面ですか、それとも三重県方面ですか、ということでございます。ありがとうございます。ただこのね、アサリご飯にしたら美味しいの南の陽子っていうのがね、うん、よくわからないね。でもアサリはね、本当に三河湾よく取れるので、ね、あ、そうですね、取れますね。結構愛知もよく食べますね。うん、そうですね、取れますね。でもね、アサリっていうとさ、うん、何産地偽装とかさ、はあはあ、なんかありましたよね。あ、ありましたね。ありましたね。まあ、あれもなかなかね、育ちと生まれが違うとダメとかね。うんうん、なんかそういういろいろなんかありましたよね。ね、規約あるみたいですね。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先週のね、ゲストに出ていただいた、高橋ザリガニさんから届いてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。呼びますね。はい。背景、旧名古屋の皆様へ、先週は楽しい時間をありがとうございました。ラジオネーム、高橋ザリガニです。あっという間に過ぎていった電話タイムでしたね。もっとお話ししたかったです。また呼んでくださいね。これからもよろしくお願いします。ということです。ありがとうございます。よかった。はい、王子の絡みにドン引きされてたらどうしようかと思って。今日ですね、ちょっとラジオ聞いてたんですけど。あ、そうそうね、うん、火曜日なんですよね。うん、マリコさんの。聞いてたんですけど、はい、あれぐらいだったら大丈夫ですよって言ってました。お、ん、うん、あれぐらいっていうのが分かんなかったんですけども、うんうん、あれぐらいだったら大丈夫っていう。ああ、この私のトークが?そう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 。ああ、そういうことね。はい。あれはまだ、通常のね、うん、まあ、試運転みたいなもんですからね。試運転、まあね、まだ試運転だったか。まあ、やっぱりね、頂点に達するときはですね、はい、やっぱり滑りナイトのときですからね。頂点じゃ、頂点お黙り。何の頂点だ?頂点だっていう突っ込み入れたかった、私。
あ、高橋ザリガニさん、ツイキャスでも来てます。先週ありがとうございました。はい、ということで。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、滑りナイトに来てね。滑りナイトか。滑りナイト。なかなかハードル高いよね。はい。あ、今日ね、ツイキャスで始めまして、はい、福島県いわき市から応援しておりますということで、塩野一郎さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめましてでありがとうございます。ありがとうございます。ギネスさんが美味しいでツイキャスで、はい、都合によりびしょ濡れになりながら仕事して終わった途端に晴れた、ある意味水も滴るいい男になった笑っていう。いいよね、いいよ、うんうん、あでもね、王子もよく水の滴るいい男になるはずよね、うん、お仕事で。ああそうですね。なんだね、あそうですね、うん、でも最近あなたは水かぶるとちょっと髪の毛がなんとかかるので、うん、腰がないからね。あのね、それやったらね、ちょっと大変。うん、本当に、おにぎりじゃないですけどね、海苔がペタってくっついてるような感じでね、はい、もうこう、ボリューム感がなくなるんですよね。海苔王子ってどうですか？海苔王子？海苔王子？はい。海苔王子。まあまあ、いろんな王子がね。いろんな王子がね、うん、なんか最近ね、王子じゃなくて卵になってる、ね。最近王子ちょっとはい、あれですね、はい、有名な王子さんちょっとお怪我されたみたいで。ああ、誰だったっけ、青汁王子。あ、誰だったっけ、それ。名前がわからない。なんだそれ。うん、で、有名な方ですね。はい、うん。まあ、王子は多分そういうことはないと思いますので。ね、あ、そうなんですか。うん。まあ、よっぽどね、はい、恨みが、つらみがある方はね、うん、そんなにいらっしゃらないんじゃないかなと思いますんで。うん、うん、うん、恨み、うん、はい。え、あるの？はい。って、教室してる。あ、そう。はい。はい。はい。ツイキャスでカープボーイさんが、皆さんこんばんは、おいしい、テーマおいしい、観光客の人ってパパイヤフルーツで食べるもんだと思うんだけど、あれ野菜の方がおいしいから今度来た時は騙されたと思って食堂に入っておかずのパパイヤ頼んでみてめちゃくちゃおいしいかなっていうことでね、パパイヤはシリシリしたやつの炒め物がおいしいですよね、うんうんうん、はい、うん、そうそうそう、でもねやっぱり沖縄のこと知るまではやっぱりパパイヤってフルーツでっていう概念しか私もやっぱりなかったので、そうですね、フルーツっていうイメージですね、いやそうですよね、ね、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、関西から品場もろともさんからです。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。お三方こんばんは。こんばんは。こんばんは。この時期といえば潮干狩りシーズンですよね。自分は三度の飯より貝が好きなのですが、その中でもダントツ好きな貝がありまして、それはマテ貝。マテ貝とは直径10ミリほどの筒のようなものに収まる貝で、一応二枚貝の仲間になるそうですが、他の貝とは明らかに違う形をしています。日本中の浅瀬に生息していて砂に刺さるように暮らしています。筒状の殻に収まった細長いアサリといったところでしょうか。アサリよりも身が柔らかく磯の香りが強く、茹でてもよし焼いてもよしの最強の貝なんです。新緑の季節になると貝を思い出すという何とも不思議な発想ですが、未経験の方にはぜひマテ貝をおすすめしています。あ、一言、おいしいって言ってなかった？もちろん最高においしいですよ、ということでございます。あんまりマテ貝食べないですね、はい、お好きな方はね、やっぱり潮干狩りに行ったら、うん、取るみたいですね。あー、マテ貝、これ、ね、この長いやつ。そう、はいはいはい、ね、あんま食べたことないんですよ、実は。あれなんか、塩振るやつ。そう、塩振ってこう、頭出すんですよ。あー、そう、取るときはね、うん、そうですよね。面白いですよね、あれ。そうそう、ね、うん、だからね、お子さんなんかね、連れていくとね、面白いんじゃないかなと思いますね。はい、はい。ということで、はい、うん、あ、もうちょっとメールコーナーいいですかね。あ、 あと1分、はい、じゃあ紹介しますね。はい、はい、ジェニガタ警部さんからです。ありがとうございます。美味しいといえば、私が22歳の頃、鹿児島でアパレルの仕事をしていた時のことですが、仕事が終わり職場の人と一緒に天文館内にある居酒屋へ行き、メニューを見ると下天物料理と言われるエスカルゴがあったので、物の試しに注文をし、料理が出てきたところ、早速食べてみたら、意外にもエスカルコ自体は無味無臭で、その上塩コショウの味付けが良かったので、美味しいと感じましたので、お三方さんは、
エスカルゴだけでなく俗に言うゲテモノ料理を食べて美味しいと思った食材はありますか？ゲテモノ、ゲテモノか。ゲテモノで美味しくなかったのもあったんですけど。え、何？ワニ。ああ、ワニ。カンガルー。ワニは。ワニとカンガルー。ワニはね、食べたことありますけど。あ、カンガルーはないです、ね。カンガルーもある。ああ。あの、クマは食べたことあるんですけど、うん、ちょっとやっぱり肉硬いですね。ああ、うん。あの、やっぱりこう、串焼きにしてあったのをいただきましたけどね。やっぱり、インパクトだったのはカエルかな。カエル、うん。そう、しかもね、自分はカエルって言われて食べたわけじゃなくて、食べてごらん、美味しいからってニコニコしながら、うん、どうだったって言われて、あ、美味しい、鶏肉みたいで美味しいって言ったら、うん、カエルだよって言われたっていうのは、うん、それ台湾ですね。あ、台湾ですね。それ台湾ですね。はい。はい。はあります。はい。ということで、はい、CM でーす。はい。名古屋。あ、出して。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花瓶など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 デート？印刷しようか。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備、塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817、 東海共和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010。 ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。ちょっといいですか？はい、はい、すいません、今日はなんかミスが多くて失礼いたしました。株下がってなかったね。うん、うん、印刷の話してたかもしれない。キユ名古屋の舞台裏が丸見えだったんじゃないかな。ねえ、ツイキャスは流れなかったし、もうなんか今日はいろいろあります。申し訳ございません。反省会だね、これはね。はい、はい、じゃあ、デートのメールでいつご紹介できてなかったので、うん、はい、紹介いたします。はい、お三方さん、こんばんは。こんばんは。フルムー新一です。ありがとうございます。テーマ、デート。個人的感覚ですが、ドライブの際、助手席で相手が寝ると、そのデートの成功率が高いような気がします。
え？おお。そうなんだ。うん。皆さんはデートの成功率の高い相手の行動や仕草っていうのはありますかっていうことです。なんかよく言うのは、うん、あの横で、ね、あのまあ、運転してる方がいて横で、ねうん、なんか寝られちゃうと、うん、あまり気分良くないっていう。あ、運転してる人はそうでしょうねきっとね。うん、でなんかね、まあ、会話したいとかね、うんうんうん、こうナビしてほしいなとかね、なんかいろいろあるじゃないですか。ね、でも、王子の場合はちょっとお話したいから、うんうんうん、なんで寝るって思う？やっぱり。うん、そう、え？って思うんですよね、うんうん。あの、なんかお話ししたくないのかな、みたいな。うん、でも多分、助手席で寝てしまうって安心感なんですよね、多分。ああ、僕は王子が運転してたら寝るかもしれないですね。なんで？安心感じゃなくて何？まあいろいろと。なんだろう、まあね。でもあんまりでもね結構この間もドライブに行って私、はい、確かに寝てしまったような気がする。あのまあ大体ねあの、まあ、気を許してる方の場合はね、うん、結構あれですね、うん、寝ちゃいますよ。ね。うん、あのねツイキャスでね、はい、あのねシュープリームさんがね、はいはい、王子は夜のお店の女の子と。店外で美味しい思いをしたことがありますかっていうことなんですけども、はい、苦い思い出ばっかですね。美味しいと思ってね、うん、行ったら全然違ってたっていう ね、 ね、うん、そういうことはよくありますね。はい、なんかそのシュプリームさん、そのお肉の話してる時のロバならありますっていうロバがすごい気になるんだけど、ロバすごいね、どんな感じなんですか ね、 ねロバもあれ、馬系ですか、馬肉に近いんですかね。いやだけど、うんね、まずロバをどこで食べたかっていうのがすっごい気になるんですけど、うんうん、日本で食べれるのかな。なかなかないですよね、はい、はい、ということで、はい、まだまだ紹介しますよ。はい、はい、ラジオネーム沖縄大好きさんです。ありがとうございます。旧名古屋の皆さんこんばんは。こんばんは。なんかすごい効果音と絵文字がすごいんだけど、うわーずじゃーいててて急いできたので滑りました。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです。うん、え、滑ったの？滑った絵文字がいっぱい書いてあるんで、これ紹介もうなんか言葉で紹介できなくて、はい、メッセージテーマ、おいしい、ご飯、おいしい話ですね。食べ物っておいしいのたくさんありますよね。僕は麺類がすごく好きです。沖縄そばにうどんに冷やしそうめんに焼きそばにラーメン。麺類上宮です。冷やし中華もめっちゃ好きです。あと、スイーツ、ケーキも好きです。個人的にはいちごのケーキにチョコレートケーキ。推しはジャーマンケーキです。キラン。ということで。ジャーマンケーキは美味しいですね。美味しいですね。ね、でもね、うん、はい、沖縄でしかね、はい、なかなか手に入らないんで。そう、沖縄大好きさん、うん、ちょっと、実は、旧名古屋の方の番組にメール送っていただいたのは2回目。はい、昨年の5月25日。うん、1年ぶりですか、うん、ありがとうございます。ちょうど1年ぶり。すごいすごい。はい。はい、プチ情報でした。ありがとうございます。はい。はいはい、続いてですね。はい。おばあからもらったプライベートジェットさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。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 名古屋には、味噌煮込みうどん、きしめん、ひつまぶしなど、美味しいものがたくさんありますね。私が名古屋に住んでいたのはもう25年近く前になります。あら、そうなんですか。最近の愛知、名古屋の美味しいものは、どんなものがありますか？名古屋に行って、美味しいものをたくさん食べたいですねっていうことでございます。ほんとね、まあ、うん、定番ですね、やっぱり味噌煮込みきしめひつまぶし、うん、あとはあと何が好き？ダンサーズ天むすとか。ああ、天むすとかですね。うん、きしめんとか、うん、まあ、きしめんはね、よく食べますけども、台湾ラーメンとか。うん、そうだね、台湾ラーメン、ね、いろいろ出るよ。小倉トーストとか。だけどやっぱり、うん、あの手羽先、うん、うんうんうん、手羽先もいいよ。ね、え、みそちゃんは何？え、名古屋飯？うん、何でも好きだけど、今あげたやつ全部好きよ、うん、あ、でも台湾ラーメンだけはちょっとね、うん、辛いんでたくさんは食べれない。あれ、最近ってこう真新しい名古屋飯ってありますかね。真新しい名古屋飯ってあれじゃなくて、あのつけ麺？あ、違うか、台湾つけ麺？つけ麺なんかそれ、うん、あ、聞いたことありますね。なんかあるよね、うん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 、ね、だから、でも最近、うん、あの、エビフライ聞きませんね。
いやー、そんなことない。エビフライあるよ。あるよね。一つあったね。あるんだけど、あんまり聞かないんですよね。冷たい味噌煮込みうどんがあります。あ、そうですね。今あるみたいですね。うん、冷たい味噌煮込みうどんが。まあ、夏でも。うん、夏でもいただける。うんうん、まあ、大体王子の場合はね、あの、ガラケラ何でもいいっていう。王子なんか意外に味覚大丈夫かな。そう、あなたココイチで10から食べるんでね。そうです。ね、いや、あの、あれ食べたよね。はい。あの、店のね。イタリアンでしたっけ、うん、あれ辛いやつね、はい、うん、一応食べれましたけどね、はい、はい、じゃあメールいきますよ、はい、ありがとうございます、名越マナーさんからです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、こんばんはです、沖縄は梅雨ですが今年はよく降りますよ、さて美味しい沖縄そば、私の中にそば屋のランキングがあり日々入れ替わっていますが、今のランキングは3位岸本そば、2位麦と海、1位花そばだそうです、うん、どれも鰹節の出汁を効かした沖縄そばです、美味しいですよ、皆さんもきっと食べたことありますかね、しかし最近あっさりのおそばが好きだったのに番外編で時々こってりのこれ紅茶そばっていうのかなを食べたくなるのです、ここのもずくが練り込んであるそば麺と数値化の肉が美味しいです、あー食べたくなった、それではごきげんようです、ありがとうございます、ありがとうございます、多分名古屋にあるお蕎麦屋さんかな、なんて思って、はい、うん、はいはい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、好きな蕎麦屋、はい、ダンサーズ、せー難しいですねあー宮里そば、宮里そば、うん、なるほど、はいはい、ということでもうお時間ですね、あ、早い、はい、はい、エンディングでーす、はい、はい、来週のテーマはカバン、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 来週のテーマはカバンです、営業用カバン、旅行カバンなどあなたのカバンエピソードをお寄せください、この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士の絶賛募集中、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい。今週もお聞きくださいました。ありがとうございました。おまけキャストは多分反省会です。はい。閉店。ガラガラ。